はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。私毎日ね家に帰って名刺送って、まあ風呂入ってから名刺送ってでからですね、明日何喋ろうかなと思ってずっと家の PC でですね、ニュースをチェックしてるんですね。で昨日、ああこれ面白そうやんっつってピックアップしてですね、そのアドレス、ニュースのアドレスとですね、そのタイトルみたいなものをですね、こう、まあ、そのままペーストしたり僕が入力したりするんですけど、してるんですね。でそれをですね、翌日今日ですね、見ながらですね、よっしゃこれ行こうとかってやっていくんですけどもですね、そのアドレスをですねピッとこう貼り付けてバシッとこう押したのにですね、ありませんっていうのがね今日出たんですよ。デイリー新潮の記事でですね、このねあれだけ残ってるんですよ。あのどう言いますか、あのタイトルだけはまだですね検索のところに残ってるんですね。これやっぱりあの時間が経たないと消えないんでしょうね、きっとね。どういう記事が消えたか、デイリー新潮から言いますとですね、タイトルは一部屋300億円、麻布台ヒルズ超高級マンションを購入した大富豪の名前はクエスチョン。これで記事があって、昨日の夜確かに読んだんですね、さーっと。で、明日これはおもろいやん、喋ろうと思って。で、ですね、ちゃんとメモっといたわけですね、PC 上というか、まあ、データ上に。今日消えてまして、これは Yahoo ニュースに行っても、Yahoo ニュースでも消えてまして、ライブドアニュースに行って、ライブドアニュースでも消えてます。まもなくこの検索の画面からも消えるでしょうね。何か不都合があったんかということでございますけども。あの昨日ですね、その読んだ限りにですね、何が書いてあったかと言いますと、その例の麻布台ヒルズですね、一部屋300億円の部屋があってですね、僕も週刊誌西ぐらいから電話をもらいました。あれは誰が買うんですかって、知らないそんなもんほんまに。あの300億円をポンと買えるのはね、あの三木谷とかね、孫正義とかね、ビル・ゲイツとかね、あのイーロン・マスクとかね、あの手の連中であってですね、日本国内でもな100人もおらんのちゃうのみたいな話をしたような覚えがありますけどもですね、どうやらこれをにですね申し込んでいるというふうに推測目されたですね、有名人がいまして、ですね、その名前と顔がドーンと出たんですけどね、あ久しぶりやんと思うのがですね、前澤優作さんですか、あのZOZOのですね、もうここ1年ぐらい2年ぐらいかな、お金ばらまいてましたよね、あのZOZO売ってから、あ孫さんにZOZO売ってからお金ばらまいてました。1億円をどう100万円かける 100とかやってましたけど、あのあと宇宙に行くとか行かへんとかって言うてですね消えてましたよね。あのものすごくご本人目指したがり屋なんですねであの人の場合別にその何か面白いことを喋るわけでもなくですね、あのひろゆき君みたいにですね舌鋒が鋭いわけでもなくですね、キャラが愛されてるわけでもないわけでしてですね、風貌がですね素晴らしいわけでもないわけでして、要は金を持ってるというだ、はい、電話がかかってきまして、野暮な電話でございましたね。はい、まあ致し方ございません。はい、なそうそうそう、前澤友作さんがですね、そのざっと読んだだけなんでですね、細かなところまで覚えていないんですが、この300億円のですねお部屋をお申し込みになってですね、でですね第一次審査までは通ったみたいなのが書いてあったんですよ。ふーんと、いやこの人まだ300億買えるぐらいお金持ってたんかなと。あれなんて言いますか、ZOZO をね売ったお金ってね、そんなもんちょうたんかなと思いましたけどね。あのあれは ZOZO を売りになったのは2年ぐらい前でしょ。なんか孫さんが嫌な顔してましたけどね。 ZOZO 売却額というのがですねありますから、4000億円ですか、そんなんで売ったん、そりゃ300億ありますね。うん、あんなZOZOが4000億円もすんの、孫さんそれ間違ってんでしょ私は思いますけどね。あそりゃ300億ありますわまだただ4000億で売りになった時にその何やろ、まあ、まあでもそんな税金かからへんね株式の場合は、それはあるわ、それはあるでしょう。でですね、まあ別に
ですね、何をお買いになろうと全然 OK なんですけども、まず一つですね、このあれですね、300億で仮にお買いになったとしてですね、その300億のお部屋がどういうものなのかって全然知らないんですけども、あの不動産についてあやかや言うのが私の仕事なんですけども、多分ね、ものすごい素晴らしいお部屋だとはそれは思いますよ。でもね、前澤さんがその1年ぐらい経って飽きたこれもう売るわって言った時に、300億で売れるかどうかって言ったら、あの仮に私がですね、それ仲介して売ってくれって言われたら業者だとしますよ。僕、まあ業者ちゃいますけどね。絶対売れませんって言いますよ。そんな300億でなんか絶対売れませんよと。言い切りますね。なぜかというとですね、あの、そんな買える金持ちよ、さっきも言ったように日本に100人といないわけですよ。いない上に前澤さんが、もしですね、その、1年でもお住みになってたらですね、まあそんな言えへんという、それくらいの金持ちで超わがままですからね、言うでしょうね、でですね、話題でもないものを買うあれもないしですね、おそらく年間ですね10億か20億のですね維持費かかるんで、もうあのよっぽど使わないと、まあ、元は取れないとか、それくらいの金持ち元取るという考えないのかな、まあたまに日本に来た時に年に10日でも過ごせばいいやというような人が買うのかもしれませんけどね。まず300億で売るのはですね、私は無理だと思いますね、で不動産的な価値っていくらなんて言われたら、もうそんなもん、あの値がつけられないんですよ。坪単価いくらとかって言えないんですよ、そういう物件っていうのは。要はそれにその価値を生み出して買う人が現れたらその値段ということですね。おそらく300億はないと思います。200億でも難しいんじゃないかなと。何のために買うんやと思いますね。この方なんか千葉の奥の方に大豪邸を建ててるっていう話がありましたよ。あのその何十億もかけてですね、なあでもないこうでもないって工事をしてる。そこに住んだらええやんと思うんですけど。あのまあ別にね、どこに住もうと何を買おうと好き好きですけども、あのそのそういう大豪邸もね、あのなんか鎌ヶ谷の方とかってどっかに書いてありましたけど、絶対買う人いませんよ。例えば50億かけましたとかね、30億かけましたって、その30億で売り出して30億で買う金持ちが現れるかって、もうまず無理ですね。その大体場所が偏僻ですし、そんなところに大豪邸あっても何も面白ないやんって、人も遊びに来えへんやんということでしょ。いやだからね、この前澤さんもし仮にお買いになっても別には全然 OK なんですけど、あんまりですね、その貧乏人から見るとですね、賢い買い物には見えませんね。なんでやろうっていう感じが、そんなわざわざ買わんでもええのにと。あの人間所詮ね、あの生身のもんであってですね、あのあんなに変わらないんですよ。お金をが持ってるからですね、300歳まで生きられる体に改造できるかってできないですね。所詮平均寿命の近辺までしか生きられないです、大体の人はね。で持ってる時間も1年365日、これはお金があるからですね、俺は金あるし1年700日にしてたって無理なんですよ。だから所詮ね、あの人間なんですね。だからあのお金があるからといって得られるものっていうのは限られてるんですね。300億の空間がですね、一人の人間にとってふさわしいのかどうかって言ったらですね、かなり疑問があってですね、お金はもうちょっと有効に使う方がええんちゃうのというのが素直な感想ですね。まあ実際本当に前澤さんがお買いになるのかどうかは知りませんよ。でも仮にですね、お買いになるとすればそういうふうに思いますし、ほんで300億なんていう部屋ですね、ものすごいリアリティなんですね。だからその女ビル・ゲイツやるね、ビル・ゲイツまだ生きてるんでしたっけ、あのイーロン・マスクみたいな人が趣味で買うってなったらね、まあまあどうぞっていう感じですけども、不動産的な価値があるんですかって聞かれたらありませんと。300億の部屋をですね、10個ぐらいに割ってですね、1つ30億ぐらいで売っといた方がですね、まだ市場性というものが、30億でも市場性ないかな、ないでしょうね。10億ぐらいはですね、あの僕らがこれ高いでとか安いでとか言えるのは、せいぜい10億ぐらいはですね、
はい、まあ、雲の上の話でございまして、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、ただこれをですね、デイリー新潮が慌てて取り下げたというのはですね、なんでやろうと、間違った情報であったんかなという気もしなくもないですけどね、何かの事情があったのかもしれません。そのうち消えますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。